心霊スポットでゴミ拾い活動。この活動は皆様のスーパーサンクスなどで継続させていただいております。本日までにスーパーサンクスをいただいた方へのお礼はこの動画の最後に紹介させていただきます。というわけで今回来てるのはどこでしょう。はい、上蓬莱橋ですね。福島県でもトップ3に入るという結構疑惑が多いというか、そうですね、スポットなんで、まあ、前日ここでの深夜での検証などの動画もアップされています。はい、公開中です。見ていただければなと。まあどれぐらい取れたかったかとかね、まあそれもね、福島のトップ3に入る心霊スポットがどれぐらいだったかっていうのをちょっと見てみて。だいぶ県内有数の場所ですよ。でもあれだな、夜中気づかなかったけど名勝扱いなんだな。橋の上からの映像とかもだからちょっと見てみなきゃ。相当綺麗なやろな景色。今日は久々に晴れてる中でのゴミ拾い。確かに、晴れだし結構ゴミも多いので今日は結構やりがいがあるんじゃないかな。だいぶ集まりそうやね今日は、ちょっとやる気が出てきましたね。はいはい、じゃあ行きますか。はい、よし、じゃあ行くか。はい、もう結構な、そうだね、もう昨晩から気にはなってたのよね、ずっと。これも、まあ、これもゴミでいいのか。まあ、それもゴミでいいでしょ。片方だけぐんと落ちてる、ここ多いな、ゴミ。いや、多いよ、ずっと。あれがやっぱり山の中で、なんていうの、手つかずというか。そうやな、でもやっぱこうやってちゃんと潰してあるから偉いな。それ車で潰れたやつだ。なんか全部の缶が潰れてるからいいわ。相当放置されてたのかな。あれだな、交通量がめちゃめちゃ多いけど通行人がほぼいないから、今日はありがとうって言われる確率低いな。いや、ほんまや。車の中から何してんだろうぐらいの。別にな、車を止めてお疲れ様ですって言ってな、おにぎり持ってきてくれたりでも全然。めちゃめちゃ良すぎるやろそれ。昔あったけどな。あったまあそれぐらいしてもらっても全然な。でも全然もうそのおにぎり美味しくいただきますよ全然。ね、名古屋のお土産が、なんじゃ。あ、でもそっか、最後の思い出として名古屋のなんか食べたいところ。ここでその方のゴミの今のかもしんないよ。今ゼロじゃないけど可能性。でもあれですね、やっぱり橋の手前はゴミ多いけど橋に着くとだんだん確かにゴミが減ってくる。ちょうど今川の真ん中ぐらいに。そっか、昨日の検証の場所ですよ。景色はでも確かにすごく綺麗。やっぱりこの柵ができてからあんまりないのかもな。まあね、まあでももともとこの高さだったって考えたら。そうやな、これ結構危ないもん、乗り出したら簡単に。思い詰めてる時夜中こう来て、いや吸い込まれるて。なんかそういう手かけた跡とかもないしな。見えなくはないな。ちょうど川の真ん中だしな。確かに普通なのかな。まあ見えなくはないけど、この辺に別に何か、こういったとしても、でもこういくか。いや、まあいけるやろ、頑張ればってなる。他になんか痕跡があったりとかねえか。これとか完全にそういうのスパイクの見えば多いな。これが全体が頻繁にあったんだな。というかまあ昔のが残ってるか、そういう肝試しかなんかでこう上乗っかってみたりとか。すごいな。これは触らない方がいいか。可能性なくはないもんな。そのお花が差し込まれてたってことか。とかまあコーヒーをお供えした
さあ置いとくかじゃあ、うん、確かに、うん、足を当たるだけでだいぶゴミ落ちてんな。だいぶ集まったよ。ちょっと多すぎるぐらいだなこれ。マジで。これは立ち悪いな。ん？ガムのやつにタバコ詰めて捨ててるわ。二重であかんやんそんなの、うん、多分ここだから車から掘り捨てたんだろうな。そうやろな、うん、よしとりあえず、はい、端っこまで来たな。また切った。また端っこにもこんな落ちてたわ。多いな。すげえなここだいぶ集まったぞこれ、うん、多分やっぱ手つかずなんだろうな古いの。そうやろ、うんうん、ずっと残ってるゴミが多い。さあちょっとまあだいぶ溜まりましたけど、だいぶね。せっかく久々に晴れたし、うん、橋だけじゃなくてこの周辺も行くか。そうやな、うんうん、結構周辺も多かったから。そうしよう。さあ最初のとこに戻ってきましたね、はい、ここも結構あるんやな。ここも結構あったんで拾っていきましょう。ちょっと駐車場っぽくなってるからね、なんかそういったゴミが多いのよねここ。じゃあ回収ライターはちょっと回収できないんで、ね、置いておきます。ちょっとかなりの量になりそうな。終わる頃にはだいぶ集まるぞ今日は。その看板のとことかも、うわここ多いな。ここに放り捨ててくんだな今日は。たまるぞこれ。いやでも久々の晴れの中だから気持ちいいな。気持ちいいね。パンパンになったな。袋変えるか。よしよし、まだ行こう。2つ目。これちなみに桜はめちゃめちゃ綺麗です。いやそういう時期やから、うん、いいな。晴れの日に桜の下でゴミ拾いな。いやすごいよ。めちゃめちゃ気持ちいいよ。まだいっぱいこの先もある。あら全然あるよ。すげえな。なんかそこでっかいゴミが多い。いいな。でも確実に綺麗になってってるな。いやだいぶ綺麗なんてもう、うん、結構放置されてたやろうからな。もうこの辺次捨ててった人はすぐバレますからね。見られてますからね。いろんなものに見られてますからすぐ分かるから、うん、ここだからそういう肝試しとかだけじゃなくて観光とかあと休憩スペースにもなってるから、うん、より捨てる人が多いんだな。そっか二重の意味で集まるのが、うん、ここにドライバーの方が車止めてお昼食べたりとかしてるから、うん、だいぶ時間経ってるけどまだ5メートルぐらいしか進んでないから。どんだけ拾ってんのこれ。ここはひどいな。でもこうやって久々に綺麗になっていいんじゃないですかね。ここの神様もここな。だいぶ長いこと掃除されてねえだろうから、うん、新品のカレンダーなんで捨ててったんだろうな。確かになんか年末でどうぞみたいなもらよくもらうじゃん。ああるね。いらんわこんなやつ。なんで俺みたいな口調になってんの。そうこれ今解体した結果、はい、2024年今年かい。別にだったな。別に。おいなんかもうちょっとお宝じゃないけどなんか古いもんかと思ったら、うん、つい最近捨てたもんだった。誰や今年捨てたやつ。そうやな。雨で濡れてこうエロ本みたいにへばりついてなかなか取れなかったしな。お前で俺ら何解体してんねんこれ。ちょっとこの段ボールはでかすぎて持っていけないですね。これあれじゃね？ん？昔梅田湖に。ほんまや。ついてきたんかな。同じの？そこ同じ意味をなすものか。いやもういやまたあの変な怖いな。ってことはこの辺にまたなんか人形落ちてるかな。同じ人形あったらやばいでこれ。やべえな。ここにもカレンダーあるからこれも解体する。それも2024やろそれ。そうだな。しかも福島銀行って書いてあるわ。ここすげえなこれ。もうここだけでキリがねえなこれ。ここだけパンパンになるぞ。でちょっともう一気に集めるかこれ。ちょっと一回カメラ止めて集中するか。そうやない。ちょっと一個まとめよう、うん、さあ、はい、こっからのこんな感じですね。めっちゃあったやん。もうカレンダー合計4つ落ちてましたね。なんでやねんな。よっぽど嫌われてるなこの福島銀行。パンツの入れ物とか。お前なんでパンツ、うん、いっぱいあったな。これまあとりあえず回収しますか。回収しましょうか。じゃあ多かったな。多かったね。よし回収しよう。じゃあ回収で。さあやっとまとめました。かなり多かったな、うん、結構疲れたね。だいぶ集めたぞこれ。だからあの深夜の検証動画見てくれてる方はもう分かると思いますが、うん、我々ここまで来て
取れ高ゼロでゴミだけ大量に持って帰るっていう、ゴミ拾いしに来たやつやんそれある意味一番ゾッとするスポットではある可能性があるやん。お前ゴミだけは大量に何しに来たんで、ちょっと俺見つけたんだけどさ、うん、あれ何、うわ何やろ、回収はできないけどなんかちょっと見た方がよくね、うわ何入ってる大丈夫か、なんか変な入ってないか、ハエがたかってないから多分、いやいやそれはよかった、それはよかったけどハエたかってたらもう警察呼ばなかったちょっと見てみるか、開くか分かんないけどな、ここだからちょっとゴミ最後に多いかなっていう、あ多いね、うん、もうここ回収しないと、これでも相当投げ捨てられてるこれ、うわあ、まあでもこれがなければそこまではないか、いやでも大丈夫、死神とかがちょっとめちゃめちゃあるよ、うん、これどうやって開けんのこれ、鍵が合ってるのか、開きそう、開かないのか、開かないのかな、でも持った感じ何も入ってねえな、そうやな、うん、こっちもか、ってことは、うん、このキャリーバッグ多分処分するの金かかるから、処分でってことか、もう不法投棄か、こっちも開かねえな、壊れてる、鍵かかってんな、この真ん中のロックか、そういうことやな、確信犯の話やな、そういうことやな、さすがにこれは回収できないな、これはできない、中身もなしということで、まあ重さは感じなかったな、危なかったわ、多分中入ってないかなっていう、この辺ちょっとじゃあ最後に、じゃあちょっとまとめようか、はい、よし、さあ、はい、今回収したんですけど、ちょっとあの断崖絶壁のところはちょっと思ったより急で危なかったんで諦めました、うん、だから全部回収できてませんが、はい、ちょっとできる範囲で今集めました、だいぶ集まったよ、うん、だいぶゴミとか、これなんか中入ってるよ、これそう中身入ったままのやつも、ああもったいない、うん、これが一番最悪だったな、あもう最悪それ、ペットボトルにタバコ詰め込んだ、もうどこでもあんなそういうの、うん、まあちょっとこれ回収してかな、はい、さっきのもありますから、ちょっとじゃあこれまとめよう、回収します、さあさっきのゴミ回収し終わりました、はい、ちょっとあの申し訳ないですけど、この後も僕ら他の場所でもゴミ拾いとかするんで、ちょっと積み切れなくなっちゃうんで申し訳ない、ちょっと全部はここ回収できなかったんで、まあ一旦ね、ちょっとできる範囲でしか回収できませんし、はい、でもだいぶ溜まりましたね、だいぶ溜まったよ、うん、ちょっとこの後僕ら他のところでもゴミ拾いがあるので、はい、ちょっとできる範囲でだけっていう形になりました、だからちょっとゴミ残ってるんですけど、うん、はい、他の YouTuber さん別にゴミ拾いしたかったらまた来ていただいて、ね、僕らの後にねより綺麗にしていただいてもね、リッチドッグが拾いきれなかったゴミ拾いに来ました、うん、それかあのコラボを全然ね呼んでいただければそれと一緒にね、うん、キャパもね増えるから、あこっちの方も多いな、そうそれで今向かってるのがなんか遊歩道があって、うん、いわゆるこう飛び込んだ後着水する場所に向かってる、まあ、いわゆるね、うん、川が近ギリギリまで行けるのかなかな、ちょっとわかんないですけど、うん、いやでもすげえな、でもこれ子供の時だったら楽しいなここ、まあな、うんうん、すげえ野生の栗とかも、あ、ほんまやな、すごい野生やなここ、夜中気づかなかったなここあんの、な、なんか気づいてたらここ来てたら、でも危なそうやけどな、真っ暗やぞ、すげえ急じゃねえ、確かに、さすがにゴミがなくなってきたな、おお蛇よ、え？蛇、あ本当だ。ヘビ縁起んだよ、うん、ていうかそうそう俺らゴミ拾い始めた頃もさ、うん、ヘビ、うん、ゴミ拾いしてたヘビが出てきて、ああったなあったな、そこその時にヘビって神様の化身だから、うん、その時うわご飯食べたいですって言ったら、うん、そうそう通行人の方が、うん、どうぞ食べてくださいってあったな、うん、で今のヘビの神様にもちょっとじゃあすっごいバズる取れ高くださいじゃあちょっとこの先楽しみやな、うん、ヘビにでも会うと縁起がいいって言うからな、まあとは聞くね、うん、神様の化身だから、うん、俺だから運転してて道路ヘビが横断してると、うん、わざわざ車止めて横断するのを待ってるもん、あ本当？うん、ちょっとじゃあゴミ拾いしてあんだけ拾ったから得集まった状態で、いやそうでしょ、ヘビに会えたからな、あじゃあもうかなりいいよ、うん、
この先だからとんでもない取れ高があるかもしれないな。いやもう逆に何があんねんほんまに怖いわ逆に。これはすごいぞみたいな、もうニュースに出てるな。いやニュースやったらゴミ拾い中にいやそれあれやん、よく聞くやつやん、発見あそうなんか遺体発見したみたいな。俺はもうちゃんとな顔はモザイクでニュース出れるかもしれないからまさかあんなものが意味ないわお前なんでモザイクやねんなんか川までは行けなそうだな。行けないか。休憩所があってこのなんか岩があるって書いてあるわ、うん、でも岩まで2キロって書いてあったから、うん、無理やな。そこまでしてみたくまだ川の方がちょっと興味あるな、うん、あでも川眺めれるやん。ああ確かに。多分遊歩道の先地図見たけどここが一番川に近づいてる場所やん。あここだからこれ何教団みたいになってるの。ほんまやな。なんかていうかこの休憩室普段誰が使うんだろう。え夜中ここで一人で休憩してるわけでしょ。怖いってそんなやつなんかへこんでるよその塀そこだけ。うわマジだ。ここから乗り越えた。うわすげえ雄大。うわなんか変な話聞かなければちょっと雄大ですごいけどな。うん、なんか熊とかいそうだもんね。いやいるでしょ絶対。そうだよな、うん、普段からでもこんなに濁ってんのかな。もっと綺麗なのかね。そうなのかな。でも分かんねえな。大雨だったのかな。まあ、雨が降ってたみたいな話はしてたけど、夜中でもここでも俺らこの辺近く住んでたら漫才の練習来てたかもな。ああそうやな。休憩スペースあるし。ここだ噂なるで。噂なる。なんか怒鳴り声みたいな喧嘩してるやついるみたいな。しようがない。まあじゃあこんなものか。うん、まあちょっとヘビにはさっき会ったばっかだから、うん、多分まだそのご利益さは届けられてないから、今多分神様に報告しに行ってるところだからあの人たちにちょっとこの後取れだったって言ってると多分。だからこの後僕ら他の場所でもゴミ拾いするんで、うん、そっちの方できっととんでもない取れ高は。いや楽しみそれ。今ヘビが神様にちょっと報告しに行って。あなるほど。あさっきゴミ拾いしてた人たち人間がいるから。確かに確かに。だって俺発見して知った時すぐススーってすぐ逃げてったからすぐ報告しに行ったの。 あそうだな、うん、で多分で俺結構大声で取れ高くださいって言ったから聞こえたやろ、うん、あ取れ高ねって今多分かなり叫んでたから、うん、神様 YouTuber に取れ高上げてて分かってんのか YouTube のこと多分今言ってるから。あの収益とか大事だからなんでそこまで理解してくれてんねん、うん、あの人たち規約に引っかかんない取れ高上げてったもん。うんすごいなじゃあここでのゴミ拾いはこんなもんか。はい、かなりまあでも晴れの日だし久々の晴れで拾えたから気持ちよかったな。はい、僕らはまだこの後別の場所でゴミ拾いするんで。じゃあ行きましょうか。よし行こう。はい、それでは、スーパーサンクスのお礼をさせていただきたいと思います。星空にゃんさん、くらさん、ハリハリチューブさん、深夜テンション株式会社さん、星空にゃんさん、レモンスカッス318さん、ミルクさん、マイセコさん、チズさん、ソノラさん、足立真紀さん、山尾聖子さん、テトケイさん、ユーミンさん、チズさん、モンジジさん、ジェンジェンラブバードさん、ハナハナのリッピーさん、白猫恵子さん、ミルクさん、マイセコさん、ミタイネコさん、安藤夏さん、佐藤由紀さん、工藤エリナさん、福波さん、高倉ポンズさん、テトフさん、吉田幸恵さん、かよわいさん、足立真紀さん、山尾聖子さん、ウェンディーさん、ユーミンさん、俳優ごじもんさん、ソラ&マメさん、FSDJO2 さん、白猫恵子さん、安藤夏さん、ニャオンさん、三田稲子さん、高倉ポンズさん、エリックさん、工藤エリナさん、リリーベイベーさん、吉田幸恵さん、テトフさん、白猫恵子さん、足立真紀さん、ソラ&マメさん、俳優ごじもんさん、ウェンディーさん、ヒカルさん、糸行く XYZ さん、山尾聖子さん、ミカさん、ピロピロさん、FSDJO2 さん、細井隆さん、リタさん、ニャオンさん、ミルクさん、三田夢子さん、俳優ごじもんさん、吉田幸恵さん、テトフさん、足立真紀さん、ソラ&マメさん、山尾聖子さん、桜井由紀さん、ウェンディーさん、以上の皆様、今回も本当にありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、皆様のために今回も無事にゴミ拾いさせていただきました。うん、ちょっと、一週間ぶりのこのお礼になったのと、うんうん、ちょっとね、松ちゃんの桜とか、
いろいろな車中泊とはもういろいろ重なりすぎて、他にも車検とはね、いろいろ重なりすぎて、はい、ちょっとね、さすがにスケジュールがぐちゃぐちゃになって、ちょっとね、あの予定が一瞬ぐちゃぐちゃになりかけた時があったんで、ちょっと分かんなくなって、ね、一週間でも撮影になってしまいました。はい、まあまあ、今回の検証した場所は、あの福島の、うん、あそこの福島だと結構トップ3に入るぐらい有名な場所っていう風に俺は聞いてたんだけど、正直その検証ついた時はもちろんだから先入観からが怖かったけど、怖かったよ普通に。検証してる時なんかそのあれなんか何も起きなくねって、やっぱまあその日によったりするのかな、その時の環境、幽霊さんのテンション、テンション事前に幽霊さんに連絡を入れるかどうか、なんで連絡入れなかったの、取れ高お願いします的な、何すかね、かもしれない、どんな幽霊さんですか、なんかまあ、うん、正直その今までね、もうさ、うん、来いって言われてさ、スポットまあ今までいっぱい行ってきた中で、うん、まあ比較しちゃうと、うん、なんか感じなかったよね、前評判がすごかったり、もう有名な場所って意外と行ったら何も起きないとか大したことないって、だから俺は思うにやっぱりもういろんな人が検証行きすぎたり、うん、大昔からこう噂が続いてるから、大昔は何かあったかもしれないけど、今はもう令和になって何もないとか、なるほどね、うん、まあの、あまあやっぱりもうでもいろんな人が行き過ぎてるっていうのがあるのも、なんかそれでも幽霊さんからしてももういいってみたいなのが、あもうここやめようとかまあ人の気配が集まっちゃうと、お祓いした人がいるとかかもしれないし、まあそれはあるね、うん、だから吹上トンネルとかもすっげえ有名でめちゃめちゃ怖いって言われたけど、うん、うん、って感じだったかな、うん、逆にマニアックなところの方が行ったらすげえの撮れたりとか、うん、まあでも今言ってたのと逆の理論でしょ、うん、それはかもしれない、うん、人がいないとお祓いもされてないっていう、経験されない、ただこの福島の橋はめちゃめちゃゴミは多かったね、うん、結構、感じでゴミ拾いできたなって、いやでよかった、ね、気持ち天気も気持ちよく、あ確かに、いい拾いになったかなと思いますね、うんうん、まあまあ、今回こんな感じで、はい、うん、なんとか皆さんのおかげでゴミ拾い始めてもうすぐ1周年うまいな、いやマジでリアルに皆さんの支えないと無理でしたから無理ですね、うん、本当に無理です、でも1年間かけて僕らいろんな場所を経験してきたので、うん、もうすぐ1周年経つことです、うん、皆さんもありがとうございました、はい、というわけで、今回はこの辺で、はい、また何かの動画でよろしくお願いします。これがね、ちょっと見せますよ今から皆さん。これちょっと皆さんびっくりしないでくださいこれ。いやこれ通りたくねえわこんなおい。おお、やばいやばいやばい。これはいいな。